こんにちは、シプードJPエディターの佐藤です。今日はエディターの雨の日のコーディネートをチェックしていきたいと思います。それではどうぞ。お一人目はこちらです。自己紹介お願いします。はい、シプールドットJP編集部の戸川水です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸川ちゃんは、バッグの中身で一度ご出演いただいて、私服スナップは初登場です。そうですね、はい、はい。シプールドットJPの中では、カラメ担当というかクール担当なんですけど、今日は雨の日コーディネートということで、一番のポイントはどこですか？一番はまずはやっぱり傘。傘かわいいですよね、必需品ですよね。これ広げてみていいですか？どうぞ。これグランドはトラディショナルウェザーウェアさんで、黒なんですけど、なんかわかります？クリア感、透けてる感じ、これがすごい気に入ってて、私黒のコーデ多いんですけど、この傘だと重くならない、結構抜け感が出るのですごい気に入ってるのと、あとこの持ち手がバンブーなので、すごいなんかクラシカルな雰囲気もあって気に入ってます。これ色違いでもう一色持ってるぐらい好きです。素敵です。これがもうやっぱ一番ですよね、雨の日といったら。プロの魔女ですからね、トガさんはね。そうです、これはすごいお気に入りです。もう一色はブラウンを意外と持ってるんです。その素敵な、なんかお花のように咲いてるアウターはどちらのですか？このお花のように咲いてるアウターは、これはちょっとシーズン覚えてないんですけど、ユニクロとプラス J がコラボした時の、そうそう、第2弾だったかなの時のジャケットで、ポリエステルなのでやっぱり水に強い耐久性があるので、これも雨の日は重宝してて、あとロケの日とかもね、重宝できますよね。なんか寒い日のダウンのスタイルも忍ばせたりして、ここは調整できるようになってるので、開けて普通に着ることもできます。かわいい。そうやって襟を立てて着るのとってもかわいいです。そう、あとね、この袖もボタンが2個ついてるので、絞ったり普通に着れたりして、いろいろとちょっとフォルムで遊べるもので気に入ってます。そしてそのアウターに重ねているアクセサリーのようなバッグはまさか、まさかのまさか、これはアライアさんです。アライアさんのクールバッグ、皆さん好きな人多いですよね。うちの本誌の編集長の並木も黒のレザーを持ってると思うんですけど、私はこのシルバーに惹かれて即買いしたんですけど、これあのカーフレザーなんですけど、多分なんですけど、これツヤの加工されてるので撥水するんですよ。こう水を弾くので、なんかそれに気づいてからずっとこれを使ってる。そしてそのシルバーに合わせて、はい、指も素敵なんですけど、先にこの耳から聞こうかな。これは深夜のこっそり話でも書いてる、最近買ったピアスなんですけど、カレワラっていうジュエリーブランドで、フィンランドのブランドさんになります。これよかったら読んでください、可愛いので。ネイルはいつもお世話になっているビボーンさんでやってもらってる、今回ミラーネイルとグラデーションを重ねたものをやってて、ちょっと伸びきってるんですけど、これはいつもつけてるアドリングで、こっちが人差し指がエルメスで、こっちが、メキシコのデザイナーさんがやってるバライズラブっていうブランドのものです。これはすごい気に入ってます。アクセサリーはシルバーでまとめるのが、そうだね、シルバーが基本的には多いかな。なんか私ゴールドは割と食わず嫌いしてるところがあるんですけれども、そう、なんかちょっと肌なじみが割といいのが、結構寒色ベースの肌なのでシルバーの方が合う気がしてて、シルバーが多いので、今日もシルバーが所々にいます。そしてその下から見えてるのはワンピースかしら。そう、これもねすごい気に入り、これもねちょっとね見てみていいですか？よかったら脱いでください。じゃーん、これは多分アズアズも好きだと思うけど、フェティコさんのワンピースです。かわいい、よく似合ってます。本当にこれ大好きなの。去年の秋冬シーズンのドレスで、よく見たら
こう貝殻のねオリジナルのジャカート生地と伸縮性のあるストレッチ素材を使ってるのですっごく着心地がいいのと、あとね絶妙にこれは透けてるんですよ。だからこの黒も重くならなくて肩と一緒で黒がね軽やかに着れるのですごくこれも気に入ってて、基本的に私雨の日あんまりパンツとか履かないので、ブーツにパンツとか履くとなんか熱がこもって暑くなってこうバーってなっちゃうの、体の熱がこう飛んでいかないから外に、あんまりそれが好きじゃなくて、なので基本的にスカートかドレスが多いです。その素敵な差し色になっているブーツはどちらですか？これはボッテガベネタさんのブーツで、ダニエル・リーがデザイナーだった時のファーストかセカンドコレクションの時に買ったタイヤブーツになるんですけど、レザーの部分には防水スプレーを施して、アウトソールのところはラバーなので気にせずガシガシ使う感じで、ちょっとまあ軽いっていうわけではないんですけど、安定感があるので、やっぱりこうちょっと水たまりとか多いところとか何もこう躊躇なくこう歩けるというか、すごくこれ気に入ってます。すごいなんかしっかり履き込んだ、足に馴染んでいる素敵な形に、ちょっとね手入れをしなきゃいけない頃かなって思いつつも、これはもうオールシーズン履いてます。富樫ちゃんは多分編集部唯一のロングヘアでは、スーパーロングだよね。そうだね、一番多分ロングかな。今日はだから素敵な三つ編みで、そうもうだいぶ崩れちゃったけど、なんか雨の日ってすごい湿気でジメジメしちゃうから、割とこう縛ることが多いかな。もうロングゆえの悩み、ミディアムとかロングの人は多分悩む人多いと思うけど、ここに汗がね夏とか梅雨はねへばりつくから、もうそれが本当にストレスになるので三つ編みを今日はしてます。襟じゃなくて襟だしフードにもなってるんだね。そうこんな感じですっぽりかぶれるので台風の日でも持ってこい。ちょっと出ないでください台風の日は。台風の日でも着れる。こんな感じです。これはなんかねシルエットがいろいろ楽しめるので、さすがプラス13ユニクロだなっていう感じで、コスパがすごくいいです。次はこちらの方です。自己紹介お願いします。シュプール .jp 編集部の田塚と申します。よろしくお願いします。田塚ちゃんは前にあの新生活小物の動画でご一緒させていただきましたので、今回は2回目の登場となります。はい、よろしくお願いします、はい。じゃあ今日は雨の日のコーディネートということでポイントを伺いたいんですが、はい、じゃあまずそのコーディネートのアクセントになっているボトムスから。はい、ボトムス、こちらはトーガのものになります。これはですね、あの中がスパッツになっていて、あ、すごい、ストレッチ性のある素材になってるんですけど、ちょっと私あのお尻周りの感じ気になっちゃうんでスカートとプリーツがついてるのがポイントなんですが、これがお尻周りをカバーしてくれるので、私みたいにお尻が大きい人でも安心して履けるスパッツです。それはなぜ雨の日にそれなんですか？パンツ、長いパンツ普段よく履くんですけど、歩く時に泥が跳ねてしまうので、それがまあなんか気になるので、まあ、雨の時は短いボトムスを履いて、もう容赦なくこう歩く、容赦なく泥を飛ばしながら歩いても OK。 じゃあ足元は濡れても構わないサンダルという感じ？そうですね、はい。普通はマリアムナシアザデーのものでヒールになっているのと、フェイクレザーに PVC のこのビニール加工がされているものなので、まあ、雨の時に履いてもシミができたりせず安心して履けるサンダルになっています。そしてそのコーディネートをきちっと締めてくれているジャケットと、あと素敵なブローチはどこですか？はい、このジャケットは祖母から譲り受けたものなのでノーブランドなんですけど、素敵で、ちょっとアクセントにここに添えているのが、この下のものがまたまたこれも祖父からいただいたものなんですけども、押し入れの奥に眠っていたものを私があの引きずり出してきてこうやってつけてるんですが、なんかエジプトでお土産で買ったものらしく、
でここにちょっと味のある感じで欠けてる部分があるんですけど、こちらは私が落として欠けてしまったところになるんですがちょっといい味が出ているかなと思います。でこちらもまあヴィンテージのブローチになるんですけども、バラのブローチです。これをアクセントとしてつけています。今ちらっと袖から見えた、はい、透けてる、それはインナー？はい、これは6月雨の日、もう雨上がりちょっと肌寒くなったりした時にさっと羽織れるジャケットと、あと中にこうやって、メッシュトップスというか透けてるトップスを仕込んでるんですが、これはトップショップで、昔購入したボディースーツになっていて。そうなんだ、はい、かわいい。なので中のこうつながってます。 T シャツは学生時代に購入したアメリカンアパレルの普通の無地の T シャツをずっと着ています。すごいね、なんかトップショップにアメリカンアパレル、はい、学生時代って素晴らしい。なんか物持ちがちゃんと良くて、もうちょっと大事に使って、もうこうなったら一生ものみたいな感じ。そうだね、素晴らしい。それにね、お下がりのおばあちゃまおじいちゃまのものを身につけて、はい、自分で買ったトーガのパンツを履いて、素敵、たじかけ素敵、はい、そしてそのちょっとクリアなレンズが素敵な、はい、メガネはどっちなのですか？これもヴィンテージになるんですけど、縁がないメガネが欲しいなと思って学生時代に見つけて買ったものになります。学生時代からおしゃれだったんですね、うん、とんでもないです。ちょっと最近はずっとつけてなかったので、久しぶりにこちらつけてみました。リングなんですが、ナオトコジマっていうブランドのもので、球体とリングの間に隙間があるデザインになっていて、この球体がアクセントになっています。でちょっともうちょっと今日つけていきたいなというか、いつもつけているリングがあるんですが、それが昨日なくなってしまって。なんで？わからないんですが、うん、もしかしたら、うん、昨日神保町に仕事帰り一人で飲みに行った時にどっかに落としてきたのかもしれないなと思って。そうでしょ、一人で仕事終わり飲んでたの？はい、飲んできました。今度一緒に行こうね行きましょうね。そしたら忘れ物したら教えてあげるから。ありがとうございます。きっと見つかるよ、大丈夫。ありがとうございます。その大きなバッグ、それは SKB でも書いてくれたやつかな？はい、そうなんです。SKB にも書かせていただいたんですけど、このバッグすごくお気に入りで、ブランドはサガンビエンナっていうウィーンのブランドのものになります。ここの部分が、ブランドのシグネチャーみたいになっていて、ここを外してこうやってかけて物を探したりできるっていう、すごく使いやすくて容量もたっぷりなトートバッグになっています。それは雨だから、雨の日でも水はじきそうだし良さそうだね。はい、そうなんです。完全な撥水性はないんですけども、ある程度の小雨であれば水がついたらさっと拭いてお手入れできるような仕様になっています。なので結構ガシガシ使ってるんですけど、汚れも取りやすいので綺麗なままで。よろしくお願いします。スプードット JP ディターの佐藤和です。お願いします。今日は皆さんちょっと雨の日向けのお洋服ということで、はい、和さん的にちょっと雨の日ポイントみたいなのありますか？雨の日はそもそもあんまり外に出ないので、雨の日っていう服は持ってなかったんです。あ、持ってなかったんだけど、一応このキロットヘンネのキュロットなんですけど、これがね、お水弾くんです。そう。で、だから、これ雨の日いいなとは思ってたから、今日それをね、着てきたんです。いいですね、それ。結構濃い色だと、こう、水が染みると、染みの色が目立っちゃったりしますけど。でもなんかね、前水飲んでてこぼしちゃって、そしたらすごい、走ってたから、これ大丈夫だったって。結構なんか傘とかさしても、やっぱこう、吹き込んできた雨とかで汚れちゃうじゃない？確かに。それがあっても弾いてくれるからいいなっていうのと、まあもちろんロング丈は履けないので思い切ってショーツを、あと足元はレインブーツを持ってないので、もうちょっと季節感先取りすぎなんですけど、まあ濡れるなら濡らそう足そんな短歌みたいなこれはカンペール
ルの、多分前のね、私服スナップの時も出したんだけど、そうですね、うん、ご紹介してくださってました。もちろん、もちろんというか、こう見たまんまの感じで水に濡れても全然大丈夫な素材なので、足は濡れたらタオルで拭くから、いいですね。夏場大活躍っていう感じで、そう、軽いし、いいですね。あと、傘が可愛い。はい、傘はこれ WPC っていうところのオーロラ傘で、持ち手がバンブーなのが可愛いんです。すごいギラギラ可愛い。透明のビニール傘も便利だけど、やっぱなんか雨の日に気分上がるもの、かつなんだろう、こう持っててファッションの邪魔にならないものがいいなと思った時に、やっぱ透明の素材で可愛い。なんか内側から見ても綺麗なのがいいですね。あとこれ、あのここじゃ分かんないけど、夜道とか歩いてると影がオーロラになって本当に綺麗で、そう、刺すのが楽しい。めっちゃいいですね。ちなみにトップスはどちらの、ビスチェと中はまた別々ですか？そう、分かれていて、ビスチェはこのここぐらいの丈なんですけど、これはミユミユのヴィンテージっていうのかな、地元で買ってすごい大切に着ている。ビスチェってどのシーズンももう定番アイテムになってて、どんなアイテムに合わせても、うん、おしゃれに決まるからめちゃくちゃ重宝してて、で今まではこの白のタンクトップとかに黒合わせてて、バイカラーでよく着てたんですけど、なんかこうやってコーディネート組んだ時に黒でまとめる気分だなと思って、下はアナトミカのモックネック、ノースリーブ。これ本当に着心地が良くって、ふわふわな、首元にお花のネックレス、はい、これはね、いい田中大輔のネックレスで、あのパーソナライズで入れられるので AZ やってます。かわいい、すぐ主張する、主張するお花はね、あの雨の日だから、雨といえば花、雨、ん雨が降ったら花が咲くって感じで入れてるでもこっちはね、雨なんです。確かに可愛い雫型、ガラスですか？そう、これはパリオっていうガラスメーカーさんのピアスで、この揺れてる先がガラスで、上につけてるやつもハリオのピアスで、これはすりガラスのハート型のもので、なんか私すりガラスにこう叩きつけられてる雨みたいな、なんかすごい、なんかわかる、いいです ね、あのお部屋の中から雨を見てる感じ、 そうそれが好きで、ちょっとそれをイメージして、あとキャップがなんか、はい、アミさん的に珍しいのかなと思ったんですが、うん、いやなんか最初キャップなしでやってたけど、なんかシンプルじゃない、確かに、なんかで結んだの違うなと思って、キャップをかぶったら、うん、かわいい、まとまったなみたいな感じで、これは木島孝之のキャップなんですけど、まあ、雨の日にそもそもキャップかぶるんかいっていう感じなんですが、やっぱこう吹き込ん、さっきから吹き込む雨への警戒心がすごいんだけど吹き込んできた雨がこう顔に引っかからないように二重で警戒するっていう意味もあるのかな。でもこう髪の毛が湿気でボンってなっちゃったりするのを抑えたりとか ね、そうだよ、いいですよね帽子このね、ナップサックをパッキング動画の時に紹介したんですけど、これは CFCL のバッグで、まあ、あの CFCL はニットブランドなんで、ニットでできてるんですけど、この並々の形がすごく気に入って、ぐにょぐにょもいっぱい入るし、もちろんあの濡れても大丈夫、丸洗いもできるし濡れても大丈夫なので、雨降ってる時は背中にはしょうがないんですけど、引っ張ったりとか、あとこうやってこうやって持てるので、まあ、レジャーのバッグとかなかなか雨の日あまり使いたくないから、こうやって濡れて大丈夫な洗えるやつで重宝して使ってます。で足とか濡れたらレシャーペンのタオル、これは家族からもらったのお気に入りなんですけど、なんかすごくよく吸ってくれそうなそう本当にあのめちゃくちゃいいタオルなんですけどね、ごめんしわくちゃでごめんな足とか濡れたらこれであのレシャーペンのタオルでしょっと上質なので吹かせていただく、いいですね。雨だからレインコート、レインブーツみたいな感じじゃなくて、楽しんでらっしゃる感じがすごいいいですね。基本だから雨外出ないんで持ってないです。じゃあそんなにあんまり晴れの日と大差はないけれども、
濡れても別にいい、しょうがない、服が濡れてダメになったらそれはそれまでだとでも今日のは大丈夫、濡れても拭けばいい、乾けばいい。あ、いいですよ。いかがでしたでしょうか。雨の日のコーディネートって難しいですね。皆さんも雨の日のポイントとかあればぜひ教えてください。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね。